ジェローム・デビットカーンは、アメリカ合衆国、ニューヨーク出身の作曲家、ミュージカルの劇中曲を手掛け、数々のスタンダードナンバーを残した。マンハッタンのサットンプレイスで、ドイツ系ユダヤ移民の息子として生まれ、子供の時から音楽に才能を示す。1901年には初めてミュージカルのために曲を提供している。その後、反対する父を説得して、 ニューヨーク音楽大学で学び、卒業後にブロードウェイでピアニストとして働いた後に本格的にミュージカルの作曲を始めた。20世紀初頭におけるミュージカル作曲家の一人であり、40年以上のキャリアでの作曲数は700以上に及ぶ。コールポーターと並び日本人にも馴染みが深く、中でも有名な曲名としては、煙が目に染みるやイエスタデイズ。 オールザシングス・ユーアーなどがある。オットー・ハーバック、オスカー・ハマース・タイ2世との共作も多く残した。1945年にニューヨークで外出中に脳内出血で倒れて死去。ニューヨーク州ウエストチェスター軍のファーンクリフ墓地に埋葬された。芸術家なら、無イな生活をするのが当たり前で、気の向いた時に好きに仕事をすればよいというような神話を信じておらず。 インスピレーションが突然肩を叩くのを待ってるような人間は仕事を変えた方がいいだろう。毎日何時間かピアノの前に座っていれば、たとえすぐには名曲が生まれなくともいいアイデアや何小節かの良いメロディを生み出すことができる。それが集まって良い曲ができていくと語っていた。ありがとうございます。